いやー、なんとですね、はい、オフィシャルチーム25人が全員で京都を飛び出しました。ハボさんも行かれたんですよね。そうなんですよ、はい、行ったんですけども、はい、本当にね、学校の先生の気持ちがよーく分かりましたね。はい、とにかくご覧いただきましょう。はい、 VTR ビートオン。ビートライブオフィシャルチーム、アンダー18キャプテンのミクです。アンダー15キャプテンのノアです。アンダー12キャプテンのソラです。今日は3人で横浜弾丸ツアーの様子をリポートします。よろしくお願いします。7月11日土曜日朝7時半ビートライブオフィシャルチームが京都駅に全員集合しました。保護者に見送られていざ出発。まるで修学旅行のようなこの集団、一体どこへ行くのでしょうか。目的地は横浜、クールジャパンダンスショーケース in 横浜というイベントに出演するための日帰り弾丸ツアーです。初新幹線です、イエーイ。初新幹線です、イエーイ。さあ、新幹線が初めてという人たちも含め、今回のメンバーを改めて紹介しましょう。ビートライブアンダー12から小学4年生のルイとユイと、同じく小学4年生のミハル、カホ、副キャプテンのカノンは小学6年生、同じく小学6年生で副キャプテンのユナ、ナナミとモイは小学4年生です。アンダー12のキャプテン僕、ソラは6年生、アンダー15のユセイと同席でした。アンダー15はリリアとアンジが中1、ヒーちゃんは中2です。中1のひなたと中2のセレン、ヒョウコは中2、副キャプテンのリコは中3です。ヒカリ中2、翼中1、キャプテンの私、ノアは中3です。イエーイ。アンダー18のメンバー、萌えりは高1、ともみは高3です。そして、かおりが高1、副キャプテンのしおりが高2、キャプテンの私、ミクが高校3年生です。引率はもちろん、サーボーさん。以上、オフィシャルメンバー全25名、関西を飛び出してダンスを通じて自分たちの経験値を上げるためにこのツアーは企画されました。そうこうするうち2時間ほどで新横浜駅に到着。電車を乗り継いで元町中華街駅へ。中華街山下公園といった名所には目もくれず、港の見える丘公園へ。ターボーさんが選んだのは公園を抜けて目的地へ抜けるルート。地図上では最短距離を選んだつもりが、実際は この急勾配。気温30度超えの中、一気にバテバテモード。道が合っているのか間違っているのか分からないまま更新中。さあ、展望スポットに到着。ここから見える夜景がとても綺麗だそうですよ。有名な横浜ベイブリッジを背景にパチリ。公園でお弁当の時間、しばしの休息です。はい、いただきますって言ってから食べたら消化が良くなるそうです。いただきます。いただきます。みんな素直ですね。さあ、丘を降りてまたしばらく歩くと到着ベイサイド横浜です。横浜ベイブリッジのすぐそば、広い会場には地元のお客さんがいっぱい。それではイベントの詳細を大会実行委員長の青柳陽一郎さんに伺ってみましょう。はい、というわけで今回の実行委員長、青柳さんに来ていただきました。拍手。よろしくお願いします。
さあでは青柳さん、はい、早速なんですけども、はい、今回のね、このイベントの意義、はい、こちらをねお聞きしたいと思います。お願いします。はい、クールジャパンキッズダンスシリーズ今回第4回目になるんですけれども、はい、ダンスっていうのは今やねもう中学校の今日皆さん中学生ですけど中学校の必修科目になって、はい、で地域でもダンス教室いっぱいできてきたと、はい、もう今や文化の枠を超えて教育にもなっているわけですね、はい、でこのダンスをなんで国会議員である私がこんな大会やってるかというとですね、はい、ダンスが戦後70年ずっと風営法の規制の中にあってたわけです、はいはい、でこの規制を変えようということで僕は国会議員になって3年ですけど、はい、なんとこの国会で、はい、つい先月、はい、この風営法からダンスが取り払われたという、実はダンス界では画期的な年になっているわけですね。でこういう、風営法の枠からダンスを取り払い、はい、なおかつ教育としてもう認められているダンスのさらに裾野を広げていきたいなという思いで作った場がこのクールジャパンのダンス大会、キッズダンス大会になってます、はい、今回ね我々京都の方から、はい、まあ、駆けつけたというか、はい、総勢25名で、参加させていただきますんで、ぜひね、まあ、そのメンバーそれからね、まあ、関西圏の番組なんで、ね、そちらのこうダンサーに向かってね、はい、メッセージをお願いしたいと思います、はい、いや本当に今日これ横浜で大会やってるんですけれども京都から来てくれたって本当にねありがたいです、ぜひ、来た甲斐があったなと思う存分にパフォーマンスをしていただきたいと思いますし、これから第5弾第6弾10弾20弾とやってきますんで、ぜひ関西のキッズの皆さんも挑戦をしてください。よろしくお願いします。ビートライブ TV。 そして始まりましたダンスショーケース。振付師が作ったナンバーや自分たちで作ったチーム約30チームが3部に分かれて登場します。ダンスジャンルや年齢制限なし、すべてのストリートダンスファンが自分のダンスを披露できる舞台です。ショーケースが終わると DJ タイム。 DJ タイムはとにかく積極的に踊って会場を盛り上げて目立とうと決めていました。まずビートライブでダンスサークルを作ってそこにどんどん地元ダンサーを巻き込んでいきましたよ。目標通り DJ タイム盛り上げ大成功。地元のダンサーさんたちとも仲良くなれました。後半はいよいよショーケースです。チャンネルはそのまま。少年が恋をしてパパになってジージになるまで映画でエンジョイ T ジョイ京都。